じゃあ私からも最後のレクチャーっす。魔導書が銃になる、そのプロセスをイメージするっすよ。銃にはグリップがあって重心があり、トリガーがある。これで指先から魔力の弾を発射する、そういうイメージでやるっすよ。